全国の聖和学生の皆さん、こんにちは。今日は、サタンと罪という題目で説教をいたします。はじめに聖書を拝読します。身を主の手が短くて救い得ないのではない。その耳が鈍くて聞き得ないのでもない。ただ、あなた方の不義があなた方とあなた方との神との間を隔てたのだ。 また、あなた方の罪が主の顔を覆ったためにお聞きにならないのだ。今日のテーマはサタンと罪です。非常に重たいテーマだと思います。しかし今日はあえてこのテーマについて学んでみたいと思います。なぜならば、私たちは皆幸せを願いながら生きていると思いますが、 どうしても不幸の状況に陥ってしまうことがありますね。この不幸の原因を正しく知って克服していくことが必要なので、その原因であるサタン、そして罪について学んでいきたいと思います。え皆さんはこの世の中が幸せだというふうに感じますでしょうか難しい問いかけかもしれませんね。 えー、幸せだと言い切ることもできないし不幸だと言い切ることもできないどちらの要素も感じるそれが正直なところなのではないでしょうか、えー、原理講論の冒頭にはこのようにあります人間は何人といえども不幸を退けて幸福を追い求めそれを得ようともがいている個人の些細な出来事から 歴史を左右する重大な問題に至るまですべては結局のところ等しく幸福になろうとする性の表現に他ならないのであるでまさにこのように私たち人間や人間社会は幸福を求めているけれども不幸の状況に陥ったりします例えるならばあ個人のレベルで考えてみたらあみんな 自分の良心、良い心に従って、人のために何かやってあげたいなというふうに思うはずなんですが、苦手な人、そして会わない人、こういう人に対しては距離を取ったり、そして悪口を言ってしまったりということがあるかもしれませんよね。また、家族や学校、また会社、こういう人間関係の中でも、家族、 夫婦、親子、兄弟、まあ、こういう関係、また友達、そして会社の同僚、こういう身近な人たちと仲良くしたいというふうに皆思っていると思うんですけど、ついつい反抗してしまったり、相手を傷つける言葉を言ってしまったり、また自分の状態が悪いときにはイライラして、それをぶつけて傷つけてしまったりということがあるのではないでしょうか。 また国や世界のレベルで考えてみても皆が口々に平和の言葉を口にしますね世界平和を皆で目指しましょう皆言うんですだけれども世界には戦争や紛争がなくなりませんそれによって大切な人や生活環境が奪われ悲しみ苦しみに傷ついてしまう人々が後を絶えない そんな世の中です。なぜそんなことが起こってしまうのでしょうかそれは先ほどから言っているサタンという存在がいるからに他ならないわけですね。ですからこのサタン、罪についてよく知っていくことが必要です。ではまず悪というものについて考えたいと思います。悪とは何でしょう よくないものなんじゃないか漠然と悪について皆さん捉えているかもしれませんが悪というものを誠のお父様は次のように教えてくださっています。悪とは何でしょうか悪とはこの世界への利己心の権限です。神の利他的な与える原理は神ならぬ利己的な奪う原理へと恨められてしまったのです。 使えるよりも使えられることを望む邪悪な立場がその時から打ち立てられたのです。悪の根源はサタンです。彼は神に使えるべき立場にいました。しかし彼はもう一つの神のような態度をとり、人間を自分自身の利益のために従属させたのです。私たちの中にある利己心、つまり 自分のために相手を犠牲にしてしまう、こういう自己中心の思いが、その心と行動が悪なんだというふうに教えてくださっていますね。皆さん自分自身の心の中を覗いてみると、そういう自己中心の思い、みんなありますよね。例えば、えー、家族、また学校、そんな中で、本当は自分が原因で、 悪くなっているのに、間違われて、兄弟や友達が怒られてしまっている状況、あったとしましょう。皆さんならどうするでしょうか本当は自分が原因なんです、というふうに名乗り出て、兄弟や友達を守ることができるでしょうかそれとも、言わずにおけばそのまま流すことができるので、自分を守って言い出さずにおくでしょうか もし、後者になってしまうと、自己中心の思いと、その行動になってしまい、それに負けてしまったということになります。この自己中心の思いを私たちの心の中からどうにかしないといけませんね。では、この自己中心の思いが、初めから私たちの心の中にあったものなのか、それとも、後から加わってきたものなのか、これが大切です。 結論を言うと、サタンによって後から備わってしまった心だと言うんですね。ですから、そんな自己中心の思いを感じるときに、きっと私たちは、ああ、なんて自分はダメなんだ。なんて醜い存在なんだ。というふうに落ち込んでしまう。自己卑下してしまうことがあるかもしれません。しかしそれ以上に、この心は本当の私の心ではないんだ。と、 このように感じさせられてしまっているんだなというふうに自分とは切り離す心としてしっかりと捉えて分別をしていくことがまずは大切な一歩になりますこのようにサタンが私たちに働き続けることで私たちは自己中心の思いと行動でしてしまうという状態に陥っていますそれではそのサタンとは 悪魔とは一体何なのでしょうか、えー、原理によれば、サタンとは天使長ルーシェルであり、そしてまた天使長ルーシェルと共に神様を裏切って堕落をして神様の元から去った天使たち、そしてそんなルーシェルたちによって、地上生活で自己中心の生活をしてしまったことで、 霊界に行っても地上の人々に悪い行いをさせている悪霊人たち。この全てを総称して悪神と言っています。これがサタンの勢力ですね。そのサタンの勢力に立ち向かうために私たちはどうしてルーシェルがサタンになったのか、どんな罪を犯してサタンになったのかを知る必要があります。見言葉から学んでみましょう。 もともとサタンはどんな存在なのでしょうか悪魔とはどんな存在かといえば神様のしもべですしかしこのしもべの者が主人の娘を強姦したのですこれが堕落です聖書に出てくるその堕落とは何かといえばエヴァが善悪の実を取って食べたのが堕落だといいますが善悪の実は果物ではありません下辺の者が、 主人の娘を強姦したことです将来、代を継ぐ息子娘を産み育てて、神様の理想を成そうとしていたのに、しもべとして作った天使長というものが、主人の娘を強姦したのが、人類の堕落の起源になりました。この世に、そんなことがあってもいいのでしょうか。天地がそのようになったのです。複雑にもつれた内容を、皆さんは原理を聞けば、 だいたいわかるはずですこのようにルーシェルは神様の娘であったエヴァと男女の関係を結ぶことで神様から奪い去っていったんです。聖書には善悪を知る木の実を取って食べたとありますがそれは男女の関係を結び隠行の罪を犯すことによって 神様の元から離れて裏切っていたということなんですね。そしてさらにルーシェルはエヴァを通してアダムまで堕落をさせてしまいました。そんなサタンになったルーシェルが神様に対してこのような態度をとっていたんだということをお父様が教えてくださったことがあります。 サタンは何を主張するのでしょうかあなたは神様ですが、私は悪魔になりました。それを認めます。私は悪魔です。それではあなたの原理を見れば、天使長を作ってアダムとエヴァを作るとき、天使長であるルーシェルという存在を永遠の愛の標準のもとで作りましたかちょっと一時的な愛の標準として作りましたかと質問するのです。 その時神様はどのように答えなければならないでしょうか。臨時に愛する標準のもとでお前を作ったと言うでしょうか。言うまでもなく永遠を中心として作ったと言うのです。そうするとサタンが私は変わったとしてもあなたは変わることができないのではないですかと言えば神様がそうだと言うのです。 私が変わって破壊的行動したとしても、あなたは破壊されてはいけないのではないですかと言えば、そうだ、というのです。たった一つ、これを掴んでいるというのです、えー。子女たちを奪われ、傷ついた神様に対して、サタン、ルーシェルはこのように開き直って、 神様の愛を試していったんです。神様の悲しみ、苦しみが皆さん感じられるでしょうかそれでも神様は愛を中心として自分を裏切ったアダムといえば我が子人類を許し愛しそしてサタンまでも許し愛する その道を歩んでこられたんです。私たちはそんな神様を二度と裏切らない。神様をむしろ安心させて差し上げ、また喜ばせて差し上げられるような、そんな神様の死女を目指していきたいですね。それではどうすればこの悪に立ち向かって 克服していくことができるのでしょうか。そのポイントは4つあります。1つ目は、神様と同じ立場で見つめることです。私から見て苦手な人、また心が許せない人いるかもしれませんね。でもそういう相手も神様から見れば、神様が愛している子女の一人なんですよね。 ですから、神様は、どのようにその人のことを見つめていらっしゃいますかこういう同じ心情や目で相手を見つめることで、神様の思いと、そして愛で相手と接していくことができるように近づいていくことができます。そして二つ目は、自分の責任から逃げないことです。 自己中心の世界には責任がありません。責任から逃げるのが自己中心の世界であり生き方ですね。ですから反対にどんなに小さな責任でもそれをしっかりと果たそうとする心を持ってむしろ自分から責任を持って頑張ろうという思いを自分の中で育みながらぜひ挑戦してもらいたいなと思います。 三つ目は、神側の中心に従うことです。親や先生、また教会では清和部長方など、正しい方向に私を指導してくれる存在がいると思います。それは時には自分にとって耳痛いことで、嫌なことで、苦しいこと、 反抗したくなることかもしれません。でも本当は自分でもやらなきゃいけないと分かっていることを言われていることがほとんどではないでしょうか。ですから、その存在に感謝して、その神側の中心に従っていくことで、悪に打ち勝っていくことができます。そして四つ目のポイントは、 良い行いを広げることです。悪というのは悪い関係を通じてどん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 広がっていきます。例えば人の悪口ですね。目の前の人と手っ取り早く仲良くなろうとすればそこにいない誰かの悪口を一緒に言い合うことが手っ取り早く仲良くなれるんですね。皆さんも経験あるかもしれません。しかしそういう 関係性というのはとても表面的で心の中には自分も悪口を言われるかもしれないという不安が常につきまといます反対に人の良いところを言い合う人を尊敬するこういう良い言葉や行いを自分からして広げていくことで悪に打ち勝っていくことができますこの4つの ポイントをぜひ生活の中で実行して悪に負けない私をぜひ作っていきましょう。えー、罪を憎んで人を憎ますという言葉があります。どんなに憎らしく思えるような人でもその人自身を憎んで否定してしまってはいけないんですね。その人が行ってしまっている 悪い行いを正して、その人自身に対しては許して愛していかなければなりません。なぜなら、その人も神様の師匠であり、その人の中に必ず良い心、良心があるからです。私の中に自己中心の思いを感じてしまうときに、立ち止まって考えてみてください。 それがあたかも自分の心のように感じてしまうかもしれませんが、その心のさらに向こう側、心の奥底には必ず許したい、愛したい、本当は一つになりたい。こういう心が小さくでも光り輝いているはずです。それが皆さんの良心であり、本心であり、本当の私たちの姿です。 ぜひ、悪の心に打ち勝ち、神様の史上らしい私たちの姿を目指していきましょう。最後に、御言葉を訓読して説教を終わります。未来に向かって、今日の成功よりも、明日の成功のために耐えることのできる人々が善なる人なのです。そのような人々が指導者になれば、 善なる指導者になり、明日のために建設する人になるのです。未開地のような環境を開拓して、発展的環境として残すことができる人です。ですから、いつでも自分を中心として生きる人々は、悪に近い人であり、公的な神様の思想を中心として生きる人々は、善に近い人なのです。今日は、 サタンと罪という題目でお話をしました。以上で説教終わります。ありがとうございました。